おはようございます、ミスターあゆみさん。今回の計算式も良かったですね。もちろんね、計算式ってのは一人一人違うものを用いるべきだと思いますんで、ミスターあゆみさんの計算式も参考にしながら私なりのね、計算式を組み立てていこうかと思いますよね。それから計算式ってのは、やっぱりね、フェーズによって変えるべきだと私は思ってるんで、例えば筋トレを始めた時、始めて結構ね、1年ぐらい経った時、もうだいぶ体重が安定してきた時、いろんな状態があると思うんですよ。それから大事なのは、あまりカロリーを気にしてストレスをためないことなんじゃないかなと思いますね。そこは本当そうですよね。もうね、どっちが先か分かんなくなっちゃうんですよ。もともと私もそうなんですけども、体型を作るためにやってますんで、だからね、体重が重かったりカロリー摂取過多だったりっていうのもまあ大事なんですけども、見た目がね、憧れのボディラインになればいいんじゃないかなと思ってます。はい、今回も回答いただきましてありがとうございました。